はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は当イベント終わったということで、まあここ振り返っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあポートレート集めですね、当イベント合計200回、プラスまあ AP10 消費するクエストですね、そこのところ全部踏破し終わりました。はい、まあ期間として時間としては結構まったりやっていたんで、まあ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 っていう感じなんですが、まあ程よく楽しめたかなと思います。でプラスね、今回のイベントに関して金素材関連をある程度集めることができたということで、まあちょっとだけ金素材貯蓄できて嬉しかったなっていうのがあります。はい、でなんですが、まあイベントが終わったということはねって話なんですよこのイベントのやつ、現在撮っているのが7月の13日なんですが、26日までこのイベントってあるんだよね。はい、どこかな、ここですね、26日まであるんですよ。まあ13日ぐらい残りあるということで、あ、どうしよっかなーってちょっと悩んでます。はい、まあちょっと悩んでるんですが、まあまあまあやること自体はいっぱいあったりとかするので、まあそっちをいろいろ消費していくと思います。ただ当イベント3週間はね、長いな長いなって正直思う。当イベント2週間のままだったんだったら、ボックスイベント、あの2週間のまんまだったと思うんですが、だったら正直当イベントに関しても2週間のままで俺は良かったんじゃないかなって思います。はい、でかつ今回の当イベントが2部6章クリア前提ということで、結構難易度自体も高いんですよ。ってなると、まあ、割とそこら辺までやってる人たちって2週間ちょっとぐらいあればサクサクって終わる方々と勝手に思っているんで、あー思ったより、うん、長いなって今感じてます。はい、まあただこれはあくまで白銀の鳩が当イベントなっげーな、虚無ったなって言ってるだけなんで、今ストーリーまだやってないよとかイベントやってないよっていう方は、まあゆっくりでもいいんで、残り2週間あるんで、いやまったりやっていけばいいんじゃないかなと思います。でまあ今回の当イベントに関してはやっぱりシナリオ関連が面白かったね、シンプルに。まあいろいろとあるんだけど、まあやっぱりいろんなキャラクター、サーバントの掛け合いですね、があったりとかして、このキャラとこのキャラって割とサーバントとして合うんだとか、まあここイベント報酬のところ見てもらったらわかるんですけど、揃った、特に お母様のヒールのデータまで最高、もう最高、ありがとな、今だけはマジで褒めてやる、でかした。こんなボイスがあるらしいです。はい、まあこういうボイスがありつつ、まあここら辺の足ですね、基本サーバントってまあ太ももぐらいしかだいたい見えないんですよ。ただまあここら辺の足とかを全部ある程度見ることができるということで、まあ一種の足フェチからすると嬉しい内容なのかなって思いつつ、まあ靴が取られているんで足フェチかって言われるとちょっと違うのかもしれないです。まあただいろいろと見た際に、あ、こここんなに細かく書いてるんだ、すごみたいなねやつがあったりとかするんで、そういった意味では結構良かったんじゃないかなと思います。あとはこの休憩所ですね、まあ、休憩所関連に関してはね、相性がいいサーバント見てみると、あ、こいつこうなんやみたいな、マスターのマイルームで相性がいいキャラクター、ふんふん、こういうキャラクターがいるんだな、え、お前もかいみたいな、まあここで言うと溶岩水泳部とかそこら辺はもう安定して相性いいとかになっているんで、あ、やっぱここら辺はド安定だなとか、そういうのをね見ることができたりして良かったんじゃないかなと思います。でまああとは報酬的な意味で、まあ確か今回レアプリとか夢火とか合計3個ぐらい配ってくれてるんですよ。相当ね、あの報酬の冷凍的なことを言うと良かったりするのと、概念霊装自体がまあ割と便利な概念霊装となっている、1枚凸プラス未凸で1枚残すことができるということで、まあイベント自体はやっぱり良かったんじゃないかなっていう感じかな。
ケロ、ちょっとミワめっちゃバーバンシーのセリフ聞きたいなって思ったんだけど、まあとりあえず置いておいて、なんかいろいろ見ていくとすげえ面白いなっていうね、なんか再確認ができてすごい良かったんだよね。なんか例えばで言うと、あ、これだね、ゴルゴーンの足ってあったんだとかいや実際のところね、なんかちゃんと見ていればあるんだけど、もうヘビ、巨大なヘビっていう印象しかなくて、ちょっとびっくりしていたのが、え、この子って足なんてあるの、え、なわけないでしょって言って、バトルキャラのグラフィック見たら、第一サイリンだと普通にここに足あるんだよね。あっていう。第三サイリンとかで使ってるとさ、足がもう尻尾と同化してるように見えるから、ないんだろうなーって思ってたら普通にあったりとかして、なんかいろんな発見が今回できたということで、そういった意味では良かったんじゃないかなと思います。というのでね、まあ当イベントについていろいろお話ししてきたんですが、こんな感じです。はい、まあ当イベントの感想としては、やっぱ久々にね当イベントすることができたんで、普通に楽しかったです。はい、面白かったなーって思うと同時に、一つちょっとね、まあ当イベントではないんだけど、自動編成についてですね、これやっぱりね、もうちょっと改良してほしいなーっていう気持ちがあるかな。これに関してもう素直になんだけど、今回のイベントやってる最中、まあ自動編成でね、いろいろ仲介とかしていたんですが、やっぱりね、なんかキャラクターのやつが攻撃力順、アタックの高いサーバント順を優先してポンポンポンって出していくって感じなんで、融通全然効かないんですよ。なので、まあここのフィルターのところに単体宝具とか全体宝具のフィルターつけてくれるとかやってほしいなって思ったりするし、欲を言うならばあれだね、あのオート完全的にランダム、全部ランダムでポンってサーバント選んでくれる機能とかが追加されると嬉しいなって感じかな。まあ、これに関してはただただ単純で、何かっていうと、あの高難易度とか攻略するときにオートで挑んでみたみたいな動画がね作れたりとかするので、まあ、そういった意味でそういうのが出てきてくれると、まあ動画撮る側からすると嬉しいっていうのがあるんで、まあちょっとそこら辺もやってほしいなっていうのはあったりします。あとそうだ、このフィルターのやつで思ったことがあって、これだけは絶対実装してほしいって思うのは絆です。はい、絆10のサーバントは除くっていうのをやってほしい。これ今フィルターとかいろいろつけてるんですけど、まあ、絆10のサーバント今、まあ夢見振ってるキャラクターは別なんですけど、ほぼ抜いてるんですよ、低レア以外で。でこれ自動編成オンにしておくと、普通にね霊気保管庫に眠っているレアリティが高いキャラクターたちですね、はい、まあ、ここら辺に貯蔵していたんですよ。ここら辺のキャラクターをさ、自分でなんかあの取らないといけない、操作してやっていかないといけないっていうめんどくさいことになったりする場面があったりするんで、ここに関しては今後なんだけど、まあレアリティというか絆そうとした時に絆10のサーバントは抜くみたいな仕様になってくれると個人的に嬉しいなっていう感じかな。やっぱりね、絆最大のサーバントあんま使いたくないんですよ。今回のイベント絆がめちゃくちゃ美味しかったんで、そのことを考えたらね、うーんっていう気持ちになったから、まあ当イベント自体は文句ないけど、自動編成は改良ありなんで今後改良してほしいっていうのが個人的な意見かな。あとイベント3週間あったんで長いです。以上っていうぐらいです。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。僕はこの後残滓集めに帰ります。それじゃあバイバイ。Thank you.